こんにちはフルショーです世界の名作文学を5分で語る時には10分くらいかかってしまって20分くらい喋ることもよくありますという、まあ、そんな気楽なコンセプトで世界文学の名作とそれを書いた作家や詩人について気ままに楽しく語っていくチャンネルです。はい今回は、えー、カミューの違法人について話してみたいと思います。あのカミューについては えー、ペストを1回ですね、えー、喋ったことがあります。まあ、コロナの時にですね感染症ということで、あのカミューのペストはあの流行ったみたいですね、えー。ダニエル・デフォー、ロビンソン・クルースを書いたデフォーにもペストというのがあって、ですね、えー、デフォーのペストを読んだカミューがペストをモチーフに書いてみようみたいに思ったらしいですけどね。デデフフォォは尊敬すべき外国作家メルビル・デフォー トルスだだっったたたかな、カミューが尊敬していた作家だったそうで、す。で、この「異邦人」はですね、カミューのデビュー作と言われていますというか、デビュー作なんですけど、まあ、実際にはこの前に「幸福な死というのを書いていてですね、でこれが、えーまあ、デビュー作じゃなくて、まあ、シークレットンゴで終わってるんですかね、実は読んでないんですけどね、えー、概要を言うと、メルソーさんという人が主人公で出てきて、いろんな死をなんかこう書いていくんですけど、メルソーというのは、 えー、メール、ラメールのねフランス語の海のメールと太陽のソレイユ、えー、合体させてメルソーってつけたそうでしてねこっちの主人公はムルソーさんなんでこのメルソーさんがちょっとね進化系でメムルソーさんになったというような感じみたいですねで有名な書き出しで今日ママンが死んだというね有名な書き出しがありますね、えー、でこれはあのこの 今日ママンが死んだという文章を読むだけでもうなんかこう、不条理の異質の世界に入っていく気がするってね。あの、落合陽一さんのお父さんの落合信彦さんが昔書いてましたけど、今日ママンが死んだって翻訳してるからなんかね、異質な感じがするだけで、これが、 今日母が死んだとかね、今日母が亡くなったとかですね、今日母さんが死んだとか、それだったら別にね、うん、日常生活の、まあ日常生活とは言いませんけど、日常的な世界な感じが、フランス語のママンと言ってるからね、えー、特に日本人の五感からすると特殊な感じがするんじゃないかなとか、ちょっと思いました。それで、あのー、 あとね、えー、人を殺すんですけど、太陽のせいだって裁判で言うんでね、えー、この今日ママンが死んだっていうとこと、太陽のせいで殺したっていうこと,とね、この2つがなんか一人歩きしてね、だから不条理だっていう、なんかね、とんでもない飛躍の紹介をされることがよくあるんですけど、あの 僕も小説をね、素人ながら書いてた身として言うと、これって教科書通りに小説を書いてるんですよね。えー、最初、まず、えー、お母さんの葬式、まあ、ママンが死んだというくらいだから、葬式があるんですね。養老院に行ってそれなんか、それで30ページぐらい、この本の30ページぐらいそれを書くんです。で、えーまあ、その翌日から、ね、恋人というか、なんというか、マリーという女性と、えー、いい仲になっていくんですけど、であのそれが終わって、 終わる最後に人を殺すんですが、えー、今度ね、裁判ではその葬式のシーンがね、このマリーとの日々を読んでいくと、この,この小説はなんで最初にあんなに長く葬式のシーンを書いたんだろうと思っていたところが裁判でね、えー、葬式の回想がこう流れて、それにすべて解釈が、他人から勝手な解釈がどん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 されていくみたいな感じで上書きされていくんですね。まあ物の見事に、えー、前に前出した 展開が後から解釈付きで再現されるというね、素晴らしいこう小説の構成をしているなぁとね、であの的確な表現で無駄もなく、過剰でもない、まあ、素晴らしい小説で、えー、これ出てくる時はね、サルトリも大絶賛した素晴らしい新人だというねいうふうに言われたそうです。で、あのー、あれですね。 このしかしね、この太陽がまぶしかったからって、一人歩きしていますけどね、よくある日本のマスコミの報道と一緒で、なんか一つだけ取り出してね、国会中継のどっか一つだけ取り出してそれば、そればっかり解釈するみたいなと一緒で、太陽がまぶしかったから確かにあのこのムルソーさんは裁判で言うんですけど、これね、読んでると、その太陽がまぶしいと言わしめる前段がやっぱりあってね、これも最初から。 太陽が眩しかったから人を殺した話だって最初から知ってて読むとですね、えー、こう養老院に行ったら何回も何回も太陽の話が出てくるんですよ。太陽はいよいよ昇り、私の足元を温め出していたとかですね、えー、まだこんな成熟した太陽ではないわけです。で、こう読むとね、すでに空にはすでに日の光が満ちていた。 ですね。今日あふれるような太陽は風景をおののかせ、非人間的に衰弱させていたというこうなんか、ね。太陽が大地を鞭打つ雰囲気がこの辺から出てくるんですね。それから、えー、いっぱいまだまだあって、太陽があまり強くなると、彼女は海に飛び込んだとかですね。えー、で、こんな風に、えー、太陽、太陽、太陽が大変だという話をね、どん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 するわけですよ。で、その挙句。 えーまあ、太陽がねとても差していてこうそのなんかねこう殺す相手はちょっといさかいがあった相手でそこにばったりね、えー、さっき喧嘩したばっかり集団で喧嘩したばっかりでムルソーさんだけ海に戻ったらそいつがいて、えー、そこでね 引き返そうとも思ったけど、あんまり太陽がまぶしすぎて、あの太陽のところをまた引き返す大変だとか思ってピストル打つみたいな、そんな感じがあるんで、この突然太陽がまぶしいからじゃなくて、太陽はずっとまぶしくて嫌がらせのようにまぶし,しく照りつけ続けていたので、最後の最後に切れたみたいなね、<laughs> 何かが、何かプッツンと糸が切れたみたいな感じになるわけなんですね。だからこうそその 流れの中でね、太陽が出てくるので、太陽が突然出てきたわけではないっていうのね、今回、再読して40年ぶりぐらいに再読しましたけど、気がつきましたね。えー、そういうのをちゃんと言わないと、えー、変更報道みたいな、ね、<laughs> なっていくんじゃないかなとかね思います、えー。それから、あのー、まあ、最後にね、死を前に司祭と話をして、まああのえー、葬式が でマリーとの日々があって、人を殺して裁判があって、最後に司祭がねもうすぐ死刑になるんで、なんかね、ギロチンの刑で死刑って、ざんねそんな死刑やってたんだなと思いましたけど、あのー、司祭がね、日本でも死刑囚にはお坊さんとか司祭が行くわけですけども、あのマムルソーさんは来なくていいっていうわけですけどね。 なんかみんな怒るんですよ、神にすがるべきだろうみたいな、お前みたいな感じなんだけど、なんか淡々とね、こう言って、あんまりしつこいから最後、ムルソさん怒って、被災を追い出していくみたいな感じなんですけど、まあ、そこらへんの会話が非常に不条理、えー、やることも不条理だけど、会話も不条理っていうような感じで、まあねあねのシーシュポスの神話のねこう不条理の哲学っていうのがあるわけですけど。 あのまあ、僕の独断と偏見でカミューの不条理って何だろうと思ったら、まあ一言で言うとね知性によってあらゆるものを対象化していって、まあ、神さえもね対象化していって対象化対象化していってすべては代替可能になるんだとつまり価値のあるものなどないんだというようなことで不条理になっていくんじゃないかなという気がするんですよ。あの考えてみたら すべてを対象化したらたい、大したことはない、何の目的もない、社会による目的も何にもない、あの自分に目的もなければ、自分が目的を持つ意味もないっていう、まあそういう考え方っていうのはね、ねあの知性が鋭くなればなるほどそうなるんだろうなぁと思いますね。えー、まあでも、東洋の思考の仕組みと西洋の思考の仕組みは違うんで、東洋だったらね、そこに、あの こう瞑想とかね、えー仏教、仏教とかヨガとかあったりしてこう、変性意識状態になってね、無意識による健在意識への訴えみたいなものはこう超自然的なこう体の感覚としてくるんだけど、キリスト教にはそういうものはないので、えーまあ、しかしねあの、キリスト教の神を否定されて、司祭も賢治も激怒するんですけど、まあ、日本で言えば、まあ、ちょっと不敬な言い方をしますけど、天皇陛下っていうのは、 対対象象化化すする人はほとんんどいいませよよねね天皇制を対象化しないですよ、ね、あの共産党は対象化して、えー、民主選挙によって天皇を選挙で選んだらいいです共産党は言ってますけどね、えー、あの大統領制ですねドイツ型イスラエル型大統領制にしようって言ってるわけですけどまあま一部のほんの一部に天皇制を こう対象化している人もいますけど、一般的な日本人は天皇制を対象化できないですよね、だからあの徳川慶喜も、帝というものは朝廷は対象化できないから、朝廷が薩長についたって言ったら、それでもう終わったってなるわけです。まあ、当たり前に普通に対象化していたら、あのあれですね、薩摩屋敷を燃やして、えー、京都にいる薩長全員こう殺してしまえば。 五章を取り囲んだ兵糧攻めにしたりするとですね、きっと降伏しただろうなとかね、えー、後知恵では思ったりするわけですけども、まあ、つまりこの対象化してはいけないフランスのカトリックの神も対象化してしまうみたいなね、そういうことでどんどん不条理が重なっていくっていう、そんな感じになるんだろうと思いますね。ででででもこののの翻訳で読んでいるととちょっと思っ思たのはですねあの村上春樹の 僕ってね、主人公で出ますね。あの風の歌を聴けでも、1973年のピンボールでも、羊を巡る冒険でも、僕が出ます。だあの僕が、このムルソーさん、そっくりですよね。あの、村上春樹の登場人物かって思うぐらい、えー、そっくりなんですけど、ただね、村上春樹の僕だったら、ムルソーさんがこの射殺するシーンでね、居酒屋の相手が向こうにいるのを見かけたら、多分ね、 あの例の僕のセリフの一つである「やれやれ」ね村上春樹の登場人物は必ず小説の中で「やれやれ」って言うんですけど。 やれやれって言いながら、暑いのにやれやれって言いながら、引き返してね、太陽の中歩いて別荘に帰っていくんだろうなと思ってね、あそこで引き返すのが村上春樹、あそこで撃ち殺すのが神この違いが大きいんだなと、ねえー、思ったりしました。で、最後に、このムルソーさんって人がこう不条理の人間だけど、こういう人間の存在のあり方はどうなるのかって、これは、まあ、あの人を殺して牢屋に入って死刑になっていくっていうシーンで終わるから、ちょっと分かりにくいところがあるんですけど、これはね、あの僕は思って ペス,トね、ペストのリウって医師がいますね、ペストの中心的な人物ですけど、あのアルジェリアのオラン、ムルソーさんってね、あのペストでこう閉鎖されて、隔離されている最中のオランにいれば、人を殺さずにあのリウの助手となって働く人たちいっぱいいますね、あのムルソーさんってオランにこそいれば、あの普通にね、えーあ、あの淡々とした不条理な、 あの感じの人はものすごく役に立って、社会的にもね、いいんだろうなと思いましたね。で、このムルソさんってみんなから好かれるんですよ。マリーからは愛され、あの犬を、行方不明になった犬を探す、老人からは慕われ、会う人、会う人、みんなから慕われてね、雇い主はお前ちょっとパリに行って視点出すから頑張ってくれって、みんなから好かれるんだけど、あの自分には価値がないみたいな感じで思うんだけど。 あのペストのねオランにムルソーさんいたらぴったりのハマり役だろうなと思いました。まあ、そういう意味ではね、第二次世界大戦下にいたらムルソーさんは戦争中であれば社会的存在意義が自動的にあるんだろうなと思いましたね。あの戦後になって社会的存在意義っていう ものそのものが解体されて、個人が自分で自分の人生をマネジメントしないといけなくなったときに、そんなものはどうでもいいんだみたいにね思ったんじゃないかなというふうに思った次第です。とても面白い小説でした。はい、で、えー、最後に、ですねこの異法人って、トランジェって意味ですけど、まあ、日本語で異法人って訳すと、なんかね、思ったのは、まあ、久保田咲が異法人って歌を昔歌ってましたけど、あの辞書で調べると、異法人っていうのは、まあ、この法人って言いますね。 法人って日本人のことですけど、法ってのはあのソビエト連邦とかね、イギリス連邦とかドイツ連邦共和国とかの、この法って自分,自分の国のことを言うだけの意味らしいですね。つまり、違法人っていうのは外国人って意味にしか過ぎない、えー、言葉なんだけど、なんかね、違法人っていうと異次元から来てるというか、オーラが違うというか、なんかこう普通の外国じゃなくてこう異質な人みたいなね、そんな感じがするんだけど、まあ実は、 なんかフランス語でも外国人ぐらいの意味らしいんですけどね。ただ、あのー、このエトランジェって意味ですね、だからエトランジェってタイトルの小説なんですけど、19世紀の,あのボードレールはね、あのー、まさにエトランジェっていう詩を書いてるんですけど、これをちょっと読んでね、これをね、あのー、ムルソーさんを思いながら、ボードレールのエトランジェを読むとなかなか面白いんですよ。エトランジェ、君は誰を一番愛するのか、謎の人よ、聞かせてくれ、君の父か、君の母か。 それとも姉妹か兄弟か私には父も母もない。姉妹も兄弟もない。では、君の友達かあなたのおっしゃるその言葉は、今日の日まで私には意味が分かっていない。では、君の生まれた国かいかなる井戸にそれが位置しているのやら私は知らない。では、美人か女神であり、富士の女であるならば私は進んで愛しもしようが。では、金か私はそれを憎む。あなたが神を憎むと同じように。 さてもさても君は一体何を愛するのか世にも変わったエトランジェよ。私は雲を愛するあの流れゆく雲向こうの向こうのあの素晴らしい雲ということでですね、ムルソーさんそのものだと思,思いましたね。つまりきっとですね、えー、書いてはいませんけど、カミは異邦人というタイトルは絶対ボードレールの異邦人から取ってるんだろうなというのが私の。 ささやかな説ですはい、えー、ということでね、あのなかなか神は面白いんで、またやってみたいと思うんですけど、えー、っとそうそう、最後にアルジェリア南仏地中海式気候のあの辺の井戸はですね、日本で言えば、えー、北緯36度、富山、長野、茨城と同じらしいですね。富山長野茨城の太陽が 大打つほどカンカンに出るかというと全然そんなことはないですよねって感じでねなかなか、えー、面白いですねはいということでまたお会いしましょう面白かったらチャンネル登録もよろしくお願いします、えー、あと先になりましたけどありがとうございました